はい、どうも、キダレです。ということで、先ほどね、ピアツムの、ジャック&サリーのね、プレイ映像の紹介したんですけど、またね、サンディ・クローズっていう新ツムの方がね、来てましたので、このツムも、紹介していきます。はい。で、スキルがですね、プレゼントが出てきて、セットアップすると中央消費と消しっていうスキルになってます。正直ね、まあ、コイン補正ももちろん入ってると思うんだけど、38消去、結構ね、いいライン攻めてるんで、うまくいけば、まあ、ダルマミッキー社は、なんだっけ、ラグミッキー、そこに並ぶんじゃないかなと、補正がプラスであればかなりね、いい粒になるんだけど、まあ、入っていなければちょっと渋くなってくるなって感じです。まあ、コイン補正プラスで入っていくことを願って、ちょっとね、新粒、期待しましょう。はい。ということで、以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。